はい、皆様こんばんは。仏教神話研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様からたくさんのご評価、いいね、コメントいただきましてありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト宗教被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、今回の動画の検証はですね、久しぶりでございます。アンチ創価学会に寄せられました創価学会に関する苦情クレームの第12弾になります。今回はですね、クレームナンバー229から247を検証してまいりたいと思いますが、今回のクレームはですね、またまた創価学会の振る舞いが悪いということ、それから創価学会の布教活動とかですね、あるいは勧誘活動に関するクレームが、来ておりますね。はい。で、一つ一つ検証してまいりたいと思います。まず229でございます。私の家の隣が創価学会の幹部らしく非常に迷惑をしております。最初は創価学会員だとは知らなくて普通に付き合っていたのですが、創価学会への勧誘を断ってからその創価学会幹部の態度が明らかに変わりました。車からいきなり写真を撮られたり、誹謗中傷とも取れる噂を流されたり、勝手に私の家の敷地に創価学会員らしき人が上がり込んできたり、最近では私の家の塀に何本も太いボルトを打ち込まれたりする事件があり、非常に揉めました。休みの日には地区の創価学会員が集まってきて朝からお経の大合唱、あまりの気持ちの悪さに目が覚めるほどです。盗聴や盗撮でもされてるんじゃないかと、自分の家にいるにもかかわらず落ち着きません。あの創価学会の人たちは間違いなく異常です。しかし何をされるかわからないという恐れから、当たり前のことが主張できないのも事実です。皆さんも気をつけてください。あの創価学会という団体は人の弱みにつけ込んだり、創価学会組織に対して反抗的な人を徹底的に追い詰めようとしますと。まあ、この苦情は最近多いですね。はい。ちょっとその意見が対立すると、なんか様々な嫌がらせをされているという、そういうクレーム。まあ、この間も電話がかかってきまして、これと同趣旨のクレームでございましたね。はい。まあ、この手の苦言も本当に最近多いです。はい。はい、続きまして、230でございます。軽い創価学会被害を何度か食らったアンチ創価学会のものですと。このコミュ、つまりアンチ創価学会ですね、の見てて、なお、さら、創価学会に腹が立ちました。昨日一緒に仕事をしている男の子&後輩にあたる女の子と休息中に話をしてたら、これ芸能人の K という人ですね。まあ、ちょっといい者にしておきます。の名前が出たので、何気なく、でもあいつ創価学会だから嫌だと言ったところ、二人して、突然石のように固まって、その場はシーンとなってしまいました。やっちまった。二人とも創価学会員なんでしょう。踏み込んで衝突するのが嫌で、突っ込まないで暗い気持ちではぐらかしました。女の子は数少ない友達だと思っていた子なのに、創価学会の人は、衝突して議論になっても何を言っても創価学会なのは変わらない。もう触れないけどかなりのショック。普段公の場にいるときは創価学会に関して発言しないようにしていますが、その二人とは付き合いも浅くないし仲良しと思っていただけに、何気なく出た言葉だった。まさかこの二人がって感じでした。きっと今までのようには仲良くできない。断るごとに創価学会が頭をよぎるから。悲しい。以前も友達だと思っていた女の子に突然公明党をって言われて、目の前が真っ暗になり、宗教は今人の自由だけど、単純に私が性格的にそんなん言われるなら怒るのわかんねえのかよって怒ってそれっきりです。怒って反論してこないだけ、自分たちの評判や立ち位置をわきまえてる有料会員、と言えますが、皆さんはもっと反応が顕著な創価学会員と遭遇していらっしゃるようなので、友達返せ創価学会を
と、こういうクレームでございますね。はい。はい、続きまして231でございます。隣の家から創価学会の異常な合唱が起きて迷惑しています。と、110番しました。と、こういうことでございます。まあ、とにかく、その、お経を大声であげたりなんかしてですね、本当に迷惑行為が後を絶ちません。と、こういうことでございます。はい、続いて232でございます。すごいですね。こういう創価学会による宗教被害の事例が実際このようにあるっていうことを創価学会の人はどう感じているんでしょうね。こういう創価学会の宗教被害の実情を知ると、本当にこのまま創価学会という団体を野放しにしといちゃまずいと思いますね。創価学会と芸能界やマスコミが非常に結びつきが強いのが怖いですね。普通に見てる番組で創価学会員が固まって出現したりするんですから。お笑いタレントのエッチは熱心な創価学会員ってことで、布教活動も盛んなようなので、創価学会のビデオ出演で泣いてるくらいだし、彼女が出ているのは極力見ないようにはしていますが、どうにかならないもんでしょうかね。人様に対し明らかに犯罪並みの迷惑をかけているという時点で、一体自分は何をやっているんだろうと思わないところが人としてやばいぞっていうことに、創価学会の人には目を覚ましてほしい。これを自覚して操って金を吸い取っている創価学会上層部に操られて生きているだけなんだと、もしくは金のためだけに創価学会幹部になろうとしている人が多いのか、自分たちの笑顔のために他人の笑顔を奪うカルト宗教なんて存在していいのでしょうか。宗教って何なのでしょう。カルト宗教って何なのでしょう。とこういうクレームでございます。はい。まあ本当に切実なお話でございますね。はい。続いて233でございます。家のポストに、この度〇〇様、義母より、啓蒙がありましたので、政教新聞を配達させていただきます。と、政教新聞が入っていました。啓蒙ってバカにすんなよ。すぐにゴミ箱行き出し、お金捨てるのと同じ。金返せ、創価学会と。また、政教新聞の、そのセールスのクレームでございますね。はい。続いて、234でございます。親しくない人に一対一の飯に誘われたら、確実に創価学会か物販方式有料会員ネズミ講ネットワークの勧誘です。もう飽き飽きです。大阪は創価学会の巣窟、芸能人のうちを創価学会の集会場に使ってたり、芸能界との癒着はすごいですよね。私も芸能人の家に呼ばれしたと思ったら創価学会の集会でした。もちろんすぐにお断りし帰りました。ということでございますね。これも、勧誘のクレームでございます。はい、続きまして235でございます。何かの選挙の時に一度だけ仕事をしたおっさんに一緒に選挙に行きましょうと誘われた。期日前投票にぜひ行きましょうと。私の家は大阪府南部、誘ったおっさんは大阪市内。1時間以上かけて1票が欲しいんかの。あっちこっちの新聞社にメールをリークし、公明党と共産党にもメールしてやった。その後は知らないが、公明党のメールはずっと言い訳していましたね。と。こういうことなんですね。はい。まあ、選挙活動に関するクレームでございます。はい、続きまして236でございます。俺は公務員時代、直属の上司が創価学会員で、創価学会青年部の勧誘を断ったら、そいつが移動するまでの1年半、毎日のように嫌がらせに遭ってました。要は創価学会に入信しなきゃ嫌がらせが続くぞって感じで。というか、そいつ、選挙の時は役所休んで公明党の選挙活動に勤しんでいたが、今考えると違法なので、公務員は政治活動できない。作ったらいいと思ったんだが、役人も創価学会員が多いしな。役所を辞めて正解でした。ほんと創価学会の本部に厳重抗議したい気分ですね、今も。と。こういうクレームですね。
これもその勧誘を断ったら嫌がらせっていうことされたということで、今本当にこの手のクレームが多くなっております。続きまして237でございます。私は八王子の大学に通っていたのですが、大学に行くのに駅前からバスに乗るんです。その日は雨の日でした。私の大学に行くバスのバス停には長い列ができており、ロータリーを半周していました。なのにバスは全然来ません。何気なく目をやると、一つ隣のバス停には、徐行運転でバスがじゃんじゃん来てる、やってくるのです。で、よく見ると行き先の表示に東京富士美術館とか創価大学とかって書いてあるんです。これどういうことと いうことですね。その東京富士美術館行きとか創価大学っていうふうに行きとかいうバスはじゃんじゃん来るんだけども、他のバスは全然来ないという、そういうクレームでございます。続きまして238でございます。また昔から創価学会の関係者でまともな人を見かけたことがありません。きっとごく普通の人もいるんでしょうけれど、それを補って余りあるほど不思議な人がたくさんいて、ほんとうんざりです。創価学会の名前聞くだけで腹が立ちます。創価学会をやるのは勝手だけど、人を巻き込むのはやめてほしいです。創価学会の目とか完全にいってるし、自分たちだって流れ弾当たって怪我でもしたら切れ出しそうなもんなのに、同じことしてんじゃんって思います。1、高校時代のクラスメートに同性愛者の女の子がいました。私は違います。交際を迫られ断っても本当にしつこくて、体を触られたり、当時私が付き合っていた彼氏に別れろと迫るとか、なんかいろいろ本当に大迷惑でした。そして最後に創価学会の勧誘が来ました。ダブルで超迷惑。多分これが最初に反対意見を持つようになったきっかけですと。2、昔のバイト先のコンビニ店長が創価学会員で、休息室は創価学会や池田大作のありがたいお言葉を書いた紙が貼り巡らされ、中に入るとそのために創価学会の勧誘もしくはお説教、うんざりでした。で、バイト先を変えたら、今度はさらに熱狂的な創価学会員がオーナーでした。寄付金、なんか開業を買うお金とか、なんかそんなのでした、を持って銀行に振り込みに行かされ、その金額が数百万円、他人のお金、しかもそんな多額の現金を持って銀行に歩いていく、あの怖さ、それを考えもせずに行けと命じる、その考えが理解できず、自分の信仰なんだから自分で行けよ。翌日バイト先を辞めました。3、就職した病院に創価学会の人がいました。そこで看護助手をしていたパートのおばさんだったのですが、年中老人の患者さんの私物を着服していました。仕事もろくにしない、できない人でした。普通の会話は全く成り立たないのに、その話をさせれば天下一品の理屈が飛び出してきました。あれにはびっくり。民衆の云々という前に、まずは目の前の仕事してくれって感じでした。ということでございます。これも創価学会の振る舞いが非常に良くないということでございますね。続きまして239でございます。今日、創価学会の人がまた勧誘に来ました。なんで創価学会をやんないのか理由を教えてあげました。簡単に何言ったかというと、あなたやお仲間の話は、つまり創価学会のことですね、は僕の心に響きません。だから嫌なのですよ。優しいな俺。そして先ほどメールしました。31日に先輩に会って話を聞いてみませんか。ふざけるな。それは彼女いなくて暇だよ。だからってそんな日にね、創価学会の人っていうのは一般人の感覚って持ち合わせていないんでしょうかね、ということで、これまた勧誘のクレームでございますね。続いて240でございます。先日バイトの同僚が遊びに来いと言うんで遊びに行ったら、知らない男が3人いて、部屋に連れ込まれ、お茶も出さずに延々と創価学会に勧誘されました。
創価学会はマジうさんくさい、いい加減にしろということでございまして、これも創価学会の勧誘に関するクレームでございます。はい、続きまして241でございます。創価学会の知識がほとんどなかった時、友達が創価大学に行きたいと言っていて、変なのに引っかからなそうな人ですが、思わず創価学会って宗教みたいなのでしょ、大丈夫なのと言ってしまいました。すると宗教とかじゃないし、創価学会は日本を良くしようとしてるんだよ、偏見持ってる人が多くて悲しいみたいな返事が返ってきました。そっかとかしか言えませんでした。創価学会ってカルト宗教なんですよね、今でもって感じですと。はい、続きまして242でございます。人が宗教を語ったらそれは偽善集団の予感がするということですね。続いて243でございます。創価学会がまともな宗教でないなら宗教法人の認定を放棄して税金を払うべきですと。はい、おっしゃる通りでございますね。はい、続いて244でございます。僕も創価学会公明党が大嫌いです。今は大学の政治系のゼミに入って創価学会の実態など本を読んだり勉強しています。本当に叩けば叩くほど埃が出てくる面白い集団ですよね。自分も予備校時代に熱心な創価学会に怒られたりいろいろ言われたりしました。そして今も選挙のたびに投票しろの電話、もし普通の人ならいい友達になれたのにって人も多いです。ここでの話や情報でゼミにも参考にさせていただきたいと思います。本当に一般の人には創価学会という宗教は迷惑ですよね。潰したくても組織でかすぎだしということでございますね。これも勧誘されたという話でしたね。はい、続いて、245でございます。創価学会が嫌いというより将来日本がやつら創価学会に占領されないかと恐れているものです。っていうか、もう日本は創価学会に占領されているのかもしれません。自民党がこれほど大勝したのも創価学会の組織票だというし、そのうち憲法から政教分離がなくなるような気がして怖いです。ちなみに創価学会の勧誘もよく来ます。友人からの創価学会勧誘はマジ勘弁です。日本の未来、本気で不安ですということでございまして、この方のおっしゃる通りでございます。はい、続きまして246でございます。うちは浄土真宗のお寺なんだけど、南無阿弥陀仏の方ね、親父が死んだ時、創価学会員という家族の恥さらしの親戚がお寺とは別に暮らしているお袋と祖母の二人暮らしのところへ仲間引き連れて創価学会の勧誘に来たのよ。何考えてのかな、浄土真宗のお寺の住職の奥さんを勧誘だぜ。しかもその上、先祖代々の仏壇を勝手に創価学会の仏壇と変えようとしやがった。そこへ帰宅して、ことのあらましを知った俺はもうぶち切れて、創価学会の仏壇を素手で叩き割って、親戚も含めた創価学会員たちと大喧嘩を繰り広げて、何人かの、婦人部を、病を送り返したと。当たり前だ。今思い出しても腹が立つわ。そんなわけで今日に至るまで創価学会の連中を見ると血が沸騰するねと、こういうお怒りのクレームでございます。はい、続きまして247でございます。創価学会のやつらは何なんでしょうね。理想を与えられて楽に生きたい堕落者としか思えないんですが、理想の押し付けなら壁に向かって言ってくださいって感じですということでございまして、もう本当に皆様お怒りのご様子でございます。ということで、今回もですね、創価学会に関するクレームの検証でございまして、第12弾のお送りさせていただいた次第でございました。はい、ご覧になられました皆様はどのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただけたら幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。